2月20日月曜日の全国のお天気をお伝えします。再び冬型の気圧配置となり、北陸から北日本の日本海側にかけて大雪や吹雪に警戒が必要です。また沿岸部では高波にも注意してください。北日本太平洋側は日差しが届くものの、だんだんと雲が広がり、にわか雪の可能性があります。風が強く吹くため、しっかりとした雨具が良さそうです。関東から西日本太平洋側にかけては晴れて日差しが届くんですが、雨雲が流れ込むタイミングがありそうです。また関東は午後、大気の状態が不安定になり、雷やあられを伴う恐れがあるので、外出の際は折りたたみ傘があると安心です。また全国的に前日に比べて気温が大きく下がります。冬の寒さが戻りますので、服装選びにお気をつけください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。